25、25、25、25、25。ゆうみなさん、朝食です。ホークスの監督の森本です。おいしゅうだな本日ね、早速ブチ切れさせていただきました。本日の試合、相手は北海道日本ハムファイターズ。ホークス、昨日はね、アキラと柳田のホームランで劇的なサヨナラ勝ちを収めて、まあ、2連勝。再び、なんと、またまた3連勝チャレンジの挑戦権を得ました。6月31日以来ね、3連勝してから、もう、かれこれ、ずっと3連勝できずに、なんと今日で10度目の3連勝チャレンジということで、もういつまで足踏みしとんねんと、いい加減3連勝の壁乗り越えろよと、絶対勝てよ、お前らと。お前らも今日負けたらわし知らんぞと。もう最後通告、甚大なプレッシャーをかけてグラウンドを送り出しました。その結果どうなったか、3対4負け。先ほども申し上げましたが、今日の先発は石川修太。まあ修太ね、前回登板もなんか3回途中4失点ぐらいでしたっけ。まあここ最近そのような内容のピッチングばかりでね、修太にはいつも特別なペナルティを課しているんですが、もうそろそろわしのペナルティのバリエーションがね、もうそこつきそうなぐらいね、毎度やらかして帰ってきます。修太頼むから頼むから今日は抑えてくるよと思ってマウンドへ送り出したんですが、2回表、5番アルカンタラにライトスタンドへのソロホームラン、ポーン。まあ、ただ後続を抑えました。まだ1点です。まあ、まだ1点ならね、どうでもなりますから。3回タミヤに3ラン、ポーン。何しとんのはい、3回4失点。ピッチャー交代って言うたさ。もう、わしから何を言っても無駄なようやな。毎度毎度同じような内容でやらかして帰ってくる毎日。もうええんちゃうか。もうわしは、このままのお前をじっと見ているだけの生活は、もう耐えられん。ということで、シュータね、わしの知り合いの、こちらのドクターにね、肉体を魔改造していただきたいかなと思います。まあ、うまくいけばね、もう、素晴らしい戦力となって帰ってくるでしょうし、まあ、うまくいかんかったらもう、その時はその時。一種のギャンブルです、これは。はい。一回りも二回りもでかくなって、シュータが帰ってくることを願っております。まあ、打線はね、上林のファーストゴロの間に1点返したり、ミネが面白スクイズでもう1点もぎ取ったり、で、代打カーセのタイムリーツーベースもあったりして、まあ、3点をもぎ取りました。ただ、反撃あと一歩及ばず、奥さん3点止まり。その後中崎ピッチャーよう頑張ったんですよ。もう武田に大津に、香山に、松本裕樹。なんとね、4回から9回まで、誰もヒット打たれませんでした。ノーヒットリレーです、ノーヒットリレー。つまり相対的にますますシュータの責任が大きくなってくるわけです。しかもわしが何が気に入らんかったね。日山さん2安打なんです。まあ、ホームラン2本のみ。で、3エラー。2安打3エラーです、今日、日山さん。で、わしらはというと、10安打1エラー。この内容。なんでこれで負けんねん。まあ、日山さんサイドからすれば、勝ちに不思議の勝ちあり、わしらからすれば、負けに不思議の負けなし。しかもね、なんと今日、楽天さんとロッテさん、両方勝ったので、まあ、楽天さんとはね、同率の2。で、ロッテさんともゲーム差が 0.5 しかないという状況になってしまいました。そして、ホークス残り4試合。そのうちの3試合が、今季大幅に負け越している楽天さん。さらに、今季最終戦、オリックス戦なんですが、まあ、日程的に、その試合に山本由伸くんが出てくるかもしれないというね、予測が飛び交っております。あれ、もしかしてやばくね？非常に嫌な予感がね、頭からこびりついて離れないんですが、今は残り4試合を死ぬ気で戦ってまいりたいと思います。まあ、選手たちはね、今日はバスとして、残り3試合もある楽天戦も全部勝つんだぞと、気合を入れる、パワーをつける、そういう原価すぎも込めて、ずんだ餅1人 10kg を食していただきたいかなと思います。嫌ならもう嫌なの方がいいんですからね。まあ、しゃあない。しゃあないよ。勝つ日もあれば。負ける丸。193試合もないから。な。まあ、あと4試合しかないんですけどね。はっは。あとね、現在販売されているわしのこの素晴らしい T シャツ、購入期間10月6日までとなっております。購入期限が迫っておりますので、ぜひ概要欄のコメントから気になる方は、今のうちにチェックしておいてくださればなと思います。な。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おなまた。グラシアス。